よし。さあ、見慣れない顔の方がいらっしゃいますね。誰ですか？マネージャーの木山です。よし。今日はマネージャーさんに来ていただきましたということで。ありがとうございます。はい、通称ももちゃんです。料理得意、おしゃれ、素敵な方です。遊びに来てくれたんですよね。で、さっき飯作ってもろて、はい、もう美味しい生姜焼きと、マリネと、あとなんか、マグロとヤバイモの方にあららをいただきましたということで、ごちそうさまでした。はい。ということで、今日は、なんと、パチカル！なんで寝てるの？ちょっと眠たくて。飯食ったら眠いやめろや。ごめんなさい。民剤巻いてないですよね、絶対。ちょっと入れな、ちょっと入れんなよ、ちょっと入れんなよ。今日今はもうメインのストック動画ないのに、なんでサブ撮ってんねんこれ。やばいで。はい、今日はまあシンプルにマネージャーと打ちに行ったら勝てる説です。いや、来ましたねこの企画は。いやでもあれですよ、ずっとね、ももちゃんはパチンコ未経験なんですけど、まあ、俺とたびたびそういう話した時になんか連れてってくださいみたいな意欲もある。意欲5です。また俺女の子にお金使わせんのか。何本まで使えるんですか？何本までとか言ってますよ。えー、いやいや、今日はでもそのももちゃんにはパチンコ楽しさを知ってもらおうという、うん、だからそんなね深いところまで行って、うん、なんすかねえ、なんか来月服買おうと思ってたのにとかでさ、消費者金融とか手出すのよくないやん。いや、まあまあまあ、その低予算で行って、うん、なおかつ俺はもうその中でしか価値を狙いに行くっていう立ち回りで頑張ろうかなと思います。実際このパチンコ検証、パチケンで、もう今、20万ぐらいなくなってるんですよ。そんな、エッジボイス出さんといてください。ああみたいな。まあ絶対、まあまあまあ、間違いなく勝つと思うんで、これに関しては。さすがにね。そうそうそう。まあ、前回サオリンはちょっと役立たずやったんですけど、まあもう今回は訳が違うんで、うん、マネージャーなんで、そんな方にね一緒に打ってもらえるなんてもうまず光栄なことやし、まあ今現状いいことしか起きてない。うん、仕事サボっていくとかそんなんでもなくて、うん、勝ちます、勝ちましょう。なんか好きなアニメとかないんですか？アニメあんま見なくて。パチンコアニメあんま見ないんですね。冬のソナタの。ああ、冬のソナタか。冬ソナ行こう。冬ソナな。うん、オッケー。じゃあ絶対行った方がいい。冬ソナあったら行きましょう。うん、で冬ソナなかったら、まああの初心者のおすすめのパチンコであるんで紹介します。組？はい、ちょっとねそれ内緒なんですよ。内緒ない。はい、初心者にほんまにおすすめです。うん、ああなるほど。誰でも買ってる台なんで。 あれでいいや、ほんまやすでいいや。はい、うん、じゃあ実践さあ、おう、せー、ももちゃんと課長マネージャー打ってます。あの、押すじゃないですか、玉貸しを。ボタン押したら玉がいっぱい出てくるんで、ハンドルひねって左側に落ちるように打つんですよ。ボタン壊れてる。ボタン壊れてるの俺が操作しながらだと思ってたの。あとはもう回していくだけで当たります。あるのか、どう。もうちゃん今5,000円なくなりましたけど、どうですか？金がなくなりました。そう、なくなってることは分かってんねんけど、なんかこの、うん、な、なくなったみたいな、これがねええんですわ。くそー。ちょっとももちゃんのこれでちょっと遊んで帰ります。えっ、ももちゃん当たった。当たりそう、当たりそう、当たりそう。やーい、すげえ。タッチやって、画面タッチ。新たやーい。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、いい実践でしたね。楽しかったですね。うん、いや、ほんま
プラマイゼロなんですけど、なんですけど、でも余りが出まして、でその余りでなんと M1 が、すげえ、 M1 3本とソイジョイとのど飴、やったぜ。いや、ももちゃんが海物語で爆連した。アマデジやけど、アマデジやけど海物語で爆連して帰ってきた。いやー、ちょ、ま、最初ユニコーン打った時はマジでもうどうなることか、どうなることかと、はい、そうそうそう、俺もう土下座しようかなと思ってたぞ。こん当たるわけないやんと思って。どうでした、初パチンコは。ちょっと前半はね、ほんとクソってなってたんですけど、意味わからんってやつだ、なんじゃこれと思ってたんですけど、当たってから楽しいですね。いや、当たった時楽しさを知れただけでも、もうめちゃくちゃでかいっす。でもあの、ほんまお願いなんで、俺おる時だけにしてください。ほんまお願いなんで。やってくださいね、あの、この次会ったら、暇つぶしにちょっと、大阪の方行ってるんですけどとか。あ、一人では多分行かないと。やめてください、はい。仕事帰りにバチ屋とか入ってる。いやー、それ見たくないなー。行かないです。はい、実はもう一人マネージャーさん来てくれてて、その人普通にジャグラウって1万負けました。相当パパ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 ってシュシュッって、なんかあの一番最初並びでユニコーン売ってて、であの解散して次やった時膝に手ついてこんなゴーゴーランプに呼ばれた気してたってことで、あのチーム全体では負けです。まあでも経済回った、経済回りました。はい、大人のやるべき仕事です。じゃあ検証結果に移らなあかんのか。マジか。なんなの、俺ちょ待って、プラマイゼロの検証結果、検証結果、女性とアマデジョウといっぱい当たって楽しいです。どういうことなの。いやー、素晴らしい日でしたね。はい、じゃあキャリオンのマネージャーさんまだまだいらっしゃると思うんで、まあ来られるためにちょっと連れていきたいなと思います。いや、まあプラマイゼロむしろ勝てるっていうのをこれ証明されたんで、もうなマネージャー来たら行くしかないなっていう。はい、じゃあお待ちします。次回のバチケお楽しみに。それではバッ、ありがとう、ももちゃん、ありがとうございました。